ケネスリー、ケニー・ロバーツ・ジュニアは、アメリカ合衆国出身のオートバイロードレースライダー。2000年ロードレース世界選手権、GP500 チャンピオン。1978年から3年連続で、同クラスチャンピオンになったケニー・ロバーツの長男。弟のカーティス・ロバーツも元 GP ライダー。250cc からチームロバーツの時代は、特別目立つ成績は上げられなかったが、 1999年、鈴木へ移籍すると、マレーシア GP、日本 GP と、開幕に連勝。RGV ガンマと自分のライディングの相性の良さも、相まって4勝を挙げ、年間ランキングも2位と躍進し、トップライダーの仲間入りをする。翌2000年は4勝、表彰台9回と、安定した走りを見せ、リタイアの多いロッシ、ビアー。 マッコイラを抑え年間王者に輝く。親子2代の王者は GP 史上初。その後はロッシの台頭 500cc から4スト 990cc へのレギュレーション変更もあって成績も徐々に低迷。2006年チームロバーツに復帰。ホンダエンジンを乗せたオリジナルマシン k r 2 1 1トでのエントリーとなるがたびたび上位をにぎわせ。 ポルトガル GP では一時トップを走行するなど、久しぶりに輝きを見せる。990cc から 800cc に、レギュレーション変更となった翌2007年は 800cc マシンのセッティングに苦しみまたもや低迷。シーズン途中で、弟のカーティスにシートを開け渡し、そのまま引退となった。通算成績優勝8回2位7回3位7回、ポールポジション10回。 年間王者一回、ありがとうございます。